経営学、時事解説、人材育成、ビジネスメソッドをあなたに届ける新時代ストラテジーチャンネル。はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は賢い稼ぎ方というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。で、賢い稼ぎ方ってどんな稼ぎ方なのかっていうことなんですけれども、まあ、これは非常に簡単ですね。もう結論から言うと、稼げるときに稼げるだけ稼ぐということです。稼げるときに稼げるだけ稼ぐ。まあ、これが賢い稼ぎ方ということになるわけですね。まあ、具体的な例というのを挙げていきたいと思うんですけど、例えば、ね、タクシーの運転手さんっていらっしゃいますよね。タクシーの運転手さん、まあ、全国にたくさんの方がいらっしゃいますけれども、まあ、そのタクシーの運転手さんの中には、ね、まあ、個人事業主として稼げないタクシーの運転手さんと、個人事業主としてすごく稼いでるタクシーの運転手さんというふうに、まあ、二極化してるんですよね。同じタクシーの運転という、ね、仕事なんですけれども、ね、稼げない運転手さんとすごく稼いでる運転手さんっていうふうに、まあ、2種類の、ね、運転手さんがいらっしゃるわけです。で、それはもう考え方が全然違うんですよね。同じ仕事をやってるんですけど、考え方が全然違うわけです。で、稼げないタクシーの運転手さんっていうのはどんな考え方を例えばしてるかっていうと、まあ、例えば1年間で500万円稼ぎたいと。だから500万円割る12ヶ月をして、まあ、1ヶ月で約42万円稼ぎたいと、ね、そして、まあ、1ヶ月21日間働くというのであれば、42万円割る21日間で、まあ、1日2万円稼ぎたいと。だから毎日2万円稼ごうという考え方をするんですね。まあ、こういう、タクシーの運転手さんっていうのは残念ながら稼げないということになります。なんでかっていうと、ね、例えばじゃあ1日2万円の売上目標っていうのを立てて、それでお仕事をするとしますよね。で、そうしたときに、ね、1日2万円っていう目標を立てているので、ね、1日2万円が稼げたときは、ね、仕事を切り上げるわけです。よし、今日は売上2万円達成できた。ね、だから帰ろうと。いうふうに考えるわけですよね。で、逆に1日2万円という目標が達成できてないときは、やばいと、ね、今日はまだ、ね、目標が達成できてないから、ね、もう少し頑張ろう、もう少し粘ろうというような考え方をとってしまうわけです、ね、でしかしこういう考え方の運転手さんというのは稼げないんですね。なんでかっていうと、稼げるときに稼げるだけ稼ぐということをやってないからなんです。ね、なので、基本的にはそのね、毎日毎日同じ難しさじゃないわけですよ、稼ぐということは。稼げやすい時と稼ぎにくい時っていうのがあるわけですよね。要するに需要の方が変動し続けてるわけです。毎日。ね、だからすごくね、お客さんがタクシーというのを求めてる時もあれば、全然求めてない時もあるわけですよね。だから自分都合で売上2万円っていう目標を立てたとしても、お客さんの都合は全然違うわけですよ。ね、だから需要が変わり続けてるのに毎日2万円稼ごうっていうのは、まあ、難しいことに挑戦してるので、だからうまくいかないんですね。で、タクシーということに関して言うならば、雨の日っていうのが稼ぎやすいわけですよ、ね、雨が降ってくると、ね、いつもだったらタクシーに乗らない人、いつもだったら歩いて移動する人が、ね、雨が降ってきたからっていうことでタクシーで移動するっていう人が増えるわけですよね。日頃晴れてる時だったらタクシーは使わないんだけど、雨だから、雨が降ってきたからこそタクシーを使おうというふうに考える人が増えるわけです。つまり需要が増えるわけですよね。ってなると、タクシーの運転手さんの側からすれば、ね、雨の日っていうのは稼ぎやすいわけですよ。ね、で、稼げない人っていうのは、ね、雨の日に、ね、稼ぎやすい日なんですけど、やっぱり売上目標2万円って勝手に自分で決めてしまっているので、あ、じゃあ今日はもう早めにね、2万円稼げたから、もう今日は仕事を打ち切っていいやというふうにして、まあ、帰ってしまうわけなんですよ ね。そうすると稼ぎ損ないっていうのが生じてしまうわけです。まあ、いわゆる機会損失っていうのが発生してしまうわけですね。その日は稼ぎやすいわけですから、その人はね、もっと仕事をすればもっと稼げたんですけど、何せ自分で売上目標2万円って決めてしまっているがために、ね、本当はもっと稼げたのに稼がずに帰ってしまうということをやってしまうんですね。
で逆にお客さんの都合で全然ね、タクシーが必要とされてない時っていうのもあるわけですよね。ね、全然ね、周辺に、ね、お客さんが出てないと、ね、外に外出してない、ね、もしくはタクシーを必要としてないっていうふうに、まあ、タクシーに対しての需要がすごく小さいという時もあるわけですよね。しかし自分都合で売上2万円っていう目標を立てているので、ね、なんとか売上2万円を達成しようと、まあ、粘ってしまうわけなんですよ。ね、今日はまだね全然売り上げが立ってない、やばいと、ね、とにかく頑張ろうとかね、もっと長時間働こうとか残業しようとかっていう風になってしまうわけです。こういう考え方っていうのは賢くないんですね。こういう人っていうのは結局稼げないということになります。じゃあ賢い人はどういう風に考えるかって言えば、稼げる時に稼げるだけ稼ぐという風に考えるわけですね。で稼ぎやすい時に稼げるだけ稼ぐというふうに考えるわけです。だから例えば年500万だったら年500万でいいわけですよ。何も毎月安定的に42万円ずつである必要なんか全然ないし、まして1日2万円ずつである必要なんか全くないって考えるわけですね。とにかく年500万さえ稼げれば、別に稼げる時に稼げるだけ稼げばいいというふうに考えるわけです。なのでタクシーの場合で言えば、雨の日っていうのは稼ぎやすいわけですから、何も自分で2万円って決める必要ないわけですよ。で雨の日だったらお客さんの方から手を挙げてどんどんタクシーをね捕まえようと相手の方からしてくれているわけですから、その日こそね、もうじゃんじゃん働いて、ね、何日分も稼いじゃうわけですよ。ね、いつもよりも稼ぎやすい時に何日分も稼いでしまうわけです。まあ、例えば2日分の4万円稼いだということをしたならば、ね、何も稼ぎにくい日に、ね、仕事を粘る必要ないわけですよね。あ、今日はもう全然お客さんが、ね、見つからないと、あ、もうやめたと、ね、もう諦めようということで、まあ、さっさと家に帰って、それこそ、ね、午後の時間とかを、ね、自由にのんびり過ごすということをするわけです。何せ雨の日に、ね、2日分4万円以上稼いでるわけですから、それでいいわけですよ。毎日別に安定的に2万円稼ぐ必要なんか全然ないわけですね。そこが考え方が全く違うということになるわけです。でもう一つの例を挙げてみたいと思うんですけど、じゃあ今度は起業じゃなくて投資ですね。まあ、さっきは個人事業主のタクシーの運転手さんっていう、まあ、起業っていうのを一つの例に挙げたんですけど、もう一つじゃあ投資というのを例に挙げてみたいと思います。ね、起業と投資ってなんかやること全然違うみたいなんですけど、本質は同じなんですね。本質は同じなんですよ。でそれはまあ聞いていただければ分かると思うんですけど、ね、結局起業で稼げない人は投資でも稼げないんですね。ね、で企業で稼げる人っていうのは投資でも稼げるんですよ。なぜなら表面上やってることは違ったとしても本質は同じだからです。で結局誰がやってるかっていうのが違うだけなので、ね、結局企業で稼げない人は投資でも稼げないんですよ。企業で稼げないけど投資だったらって思うのは違うんですよね。企業で稼げない人は投資でも稼げないんですよ。で企業で稼げる人は投資でも稼げるんですよね。本質が同じだということです。でそれはまあね、話を聞いていただければ分かると思うんですけど、じゃあ例えば投資で稼げない人ですよね。結局トータルでは負けてしまう人っていうのはどういう人かっていうと、ね、例えば何か投資しましたと、でちょっと値上がりしましたと、ですぐ利益確定しちゃうんですよね。ね、投資をして、ね、すぐ少し値上がりしたら、ね、すぐ利益確定をしてしまうわけなんです。ね、こういう人っていうのは稼げないんですね。タクシーの運転手さんと一緒ですよね。雨の日で稼ぎやすいんだけど、もうね、2万円っていう目標を達成しちゃったから、あ、もう今日はいいやっていうことで帰ってしまうっていう、あの心理と全く同じなんですよ。やってることはタクシーの運転と投資で全然違うことをやってるように表面上は見えるんですけど、心理は同じなんですね。その深層心理は結局、ね、同じことをやってるんですよ、ね、あ、もう稼げたから今日はいいやって考えてしまう人と、ね、あ、少し上がったからもう利益確定で、ね、現金化してしまう人っていうのは、ね、本当本質の部分では同じことをやってるということになります、ね。まあ、つまり勝つときは小さく勝ってるということですよね。で逆に負けるときっていうのは大きく負けるんですよ ね、例えば自分の、ね、仮説が外れて、この案件はね、上がるだろうと思ってたのに下がり始めたとしますよね。ね、要するに自分の想定外のことが起きてるわけです。で、その時にね、
ね、損を切らないんですよ。損を確定しないんですね。損を確定しないで、ね、祈るということをやってしまうわけなんですよ。ね、あ、今一時的に下がってるけど、これはきっと、ね、一時的なもので、ね、これいつか上がるに違いないとかね、上がるはずだとか、上がってほしいとか、なんかそういう感じで何の根拠もなく、最初の事前の予測が外れてるにもかかわらず、何の根拠もなく、何の科学的論理的根拠もなく、ただ上がるはずだとか、この下がりは一時的なものだということで損を確定させないんですね。結局ね、損を確定させない、損切りしないがためにね、含み損がどん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 拡大していってしまうということをやってしまうわけです。つまり負けるときは大きく負けるわけですよね。小さく勝って大きく負けるわけですから勝ちようがないわけですよ。もうやる前から分かってることですよね。勝つときは小さく勝って、負けるときは大きく負けるわけですから、小さく勝って大きく負けるんだったらこれも勝ちようがないわけですよね。いや、だから投資をやる前からもう負けることが分かっていることをやってしまうということです。つまりタクシーの運転手さんだったら、今日はもうお客さん全然見つからないと、全然捕まらないとね、全然街に人が出てないとか、全くねタクシーをね、止めるために手を挙げてくれる人がね全然見つからないと言った時に、いや頑張ろうとね、今日も売上2万円を達成しなければならないみたいな感じでね、無駄に頑張ってしまうということをやってるのとね、同じなんですね。結局その自分の事前の予測が外れたにもかかわらずね、いや今この下がりは一時的なもので、ね、必ずね、何円までは戻るはずだみたいな、いや戻って欲しいっていうような考え方っていうのは、ね、表面上は違うように見えたとしても真相心理は全く同じということになります。なんでかっていうことなんですけど、結局その人の本質として、ね、痛みを避けたいとか痛みを感じたくないっていう本能のままなんですね。その人はね、本能のままだったら起業をやっても投資をやっても、ね、成功しないんですよね。で、成功してる人が、ね、すごく少ない、まあ、例えば 1% しかいないっていうんだったら、その 1% の人っていうのは本能に逆らうことができてるっていう、ただそれだけなんですよね。何をやってるかっていう、例えば起業してるか投資をしてるかとか、じゃあ起業だったらどんなことをやってるかとか、投資だったら何の銘柄に投資してるかとか、そういうことじゃないんですよ。そういう小手先のことではなくて、成功してる人が 1% しかいないっていうんだったら、その 1% の人は本能に逆らうことができてるんですよね。で、残りの 99% の人っていうのは本能のままなんですよ。本能のままって何なんですかって言ったら、痛みを感じたくないんです。とにかく痛みを避けたいとね、その痛みをとにかくね、その得られるかもしれない快楽の2倍以上で感じてしまうという、その本能に従い続けているがゆえに、起業をしようが投資をしようが稼げないということになるわけなんですよね。ね、本能のままだったら結局ね、さっきみたいに損をしたくないんですよ、とにかく、ね、だから例えばなんで、じゃあすぐね、ちょっと上がったぐらいですぐなんで利益確定してしまうかっていうと、ね、あの時ね利益確定しとけばよかったっていう損を、ね、感じたくないから、ちょっと上がっただけですぐ利益確定しちゃうわけですよね。結局あの時利益確定しとけばよかったっていうのを感じたくが ないがためにすぐに利益確定をしてしまうわけなんですよ。で、逆になんで損を確定させないかっていうと、ね、なんか自分の事前予測が外れて、ね、損を、ね、し始めてるのに、その損を切らないで損を確定させないのは、もう文字通りですよね。自分は損をしてしまったっていう損と向き合いたくないわけですよ。つまり自分は損をしてしまったっていう痛みを感じたくないがゆえに、ね、いつまでもいつまでも含み損を、ね、拡大させてしまうということをやるわけですね。本質は基本的にはその痛みを感じたくない、自分は利益確定をしなかったっていう痛みを感じたくないし、自分は損をしたんだっていう損と向き合うということをしたくないわけなんです。だから、ね、その人は小さく勝って大きく負けるから、トータルでは必ず負けるということをしてしまうわけなんですね。じゃあ勝てる人っていうのは何なのかっていうと、ね、痛みを感じたくないっていうのをね、超えてるんですよね。まあ、安心安定を求めてないわけですよ。毎月毎月42万円ずつ稼ぎたいとか、毎日毎日2万円ずつ稼ぎたいっていう、その安定っていうのを全然求めてないということになるわけです。稼ぎたい時に稼げるだけ稼げばいいというふうに考えてるわけですね。年500万円稼げるんだったら、毎月安定的に42万円である必要はないし、毎日2万円ずつ安定的に稼ぐ必要なんか全然ないと。稼げる時に稼
稼げるだけ稼げばいいというふうに感じているわけです、ね、だからもしそういう考えの人が投資をすれば投資でも勝つんですよ ね投資でも勝つんですよ、ね、例えば事前予測が、ね、当たらなかったと、まあ、自分がこういう理由でこの銘柄はいいんじゃないか、この案件はいいんじゃないかって思って投資をしましたと、しかし自分の、ね、事前に立てた仮説は外れて、ね、自分の予測とは違う結果になり始めましたと、ね、だったらもう損を確定させちゃうわけですよ。あ、これはもう失敗したと、ね、これは自分はいいと思ったんだけど、こういう理由でいいと思ったんだけど結果的には良くなかったということであれば、ね、もうそれは、ね、自分の、ね、失敗を潔く認めて損を確定しちゃうわけです。で、損と向き合うわけですよね。もう自分は損をしたっていう事実を、ね、受け入れるわけですよ。その代わり損は小さくとどめるわけです。損失は最小限にとどめるわけです、ね、でその代わり、ね、自分の事前予測が当たってこれはこういう理由でいいんじゃないか、これから伸びるんじゃないかと思って本当に伸びた場合は、ね、ずっと、ね、持ち続けるわけですよ。でもうそれは、ね、その案件が決定的にダメになるような、ね、要因がない限りはもう持ち続けることができるだけ持ち続けるわけです。だから勝つときはものすごく大きく勝つわけですよね。で小さく負けて大きく勝つからトータルでは勝っているという、ただそれだけということになるわけです。で、それはタクシーの運転手だろうが投資だろうが全く一緒なんですよ。稼げるときに稼げるだけ稼いでるから、勝つときに大きく勝ってるんですね。だから負けても小さく負けて大きく勝ってるからトータルでは勝つという、ただそれだけのことなんです。だから表面上はタクシーの運転と、ね、投資なんて全く違うことをやってるように見えたとしても、勝つ人は両方とも勝つんですよ。でうまくいく人は両方ともうまくいくんですね。それは、ね、表面上では、ね、結局小さく負けて大きく勝つということをやってるからであり、その深層心理としては、ね、痛みを避けたいっていう本能を超えてるんですよね。痛みを感じてもいいと、何回失敗してもいいし何回損をしてもいいというふうにもう、ね、割り切ることができてるんですよね。そんな自分の予測なんて基本当たらないわけですよ。事前に分かるはずがないということです、ね、世界200カ国で76億人いるわけですから、その76億人の、ね、相互作用で起きている現象なんかを事前に正確に予測なんかできるはずがないわけですよ、ね、分かるはずがないわけですよ、ね、1年後どうなってる、半年後どうなってるなんてね。だからあくまでもその人が、ね、やってるのは予測じゃなくて、まあ、仮説に過ぎないわけですよね。もしくは自分だったら、ね、こういうふうに、ね、こういう根拠でこういうふうに考えるんだということで仮説に過ぎないわけですよ。で仮説実は、ね、外れることが、ね、何回あったとしてもいいわけですよね。自分はこういうふうに事前に考えたからこういうことをやってみたけど結果的には思うようにいかなかったっていうのは何回あってもいいわけですよ。だから何回失敗してもいいし何回損してもいいわけです、ね、ただ、ね、その失敗その損っていうのを潔く認めて、ね、その損失を小さくとどめるわけですよね。最小限に抑えるわけですよ。自分は損をした、自分は失敗したっていう事実を素直に、ね、受け止めてその事実に向き合って、ね、そしてその損というのを最小限にとどめるわけです。で中にはね、やっぱ数打ち当たれば、数打てば自分がいろんな仮説を立てて、ね、これはこう なっていくんじゃないかっていう仮説を立てて、その仮説がね、見事に当たる場合もあるわけですよね。それはもちろん確率論で、ね、数を打てば、ね、全部外すってことはないので、ね、結局当たることもあるわけですよ。そしたらそれはもうね、稼げるときに稼げるだけ稼ぐということですよね。稼ぎやすいときに稼げるだけ稼ぐということをするわけです。だから勝つときに大きく勝つので結果的にトータルで勝てているということなんですよね。だからまあ相撲と、ね、そのビジネスとか相撲と投資っていうのは基本的に逆なんです、ね、相撲と、ね、ビジネス、もしくは相撲と投資っていうのは基本的に別で、ね、まあ、逆で、ね、相撲で優勝するってなったら例えば14勝1敗とかじゃないと、ね、優勝できないわけですよ、ね、相撲で、ね、優勝するとかってなったら14勝1敗とかでないと優勝できないわけです。しかしビジネスとか投資っていうのは逆でいいんですよね。別にね、ビジネスとか投資っていうのは逆でいいんですよ。1勝14敗でいいんです。全然、ね、別に14敗したとしてもその14敗が全部小さな負けだったらでいいんですよ。
その一生が計り知れないぐらい大きいわけですから、ね、その一生っていうのはものすごく大きいんですよね。その一生がもうね、その残りの14杯を、ね、補ってあまりあるほど大きな成果になっていくわけなんですよ。だから負けるときは小さく負けて、勝てるときに大きく勝つということをやれば、安定なんか必要ないんですよね。毎月安定的に売上いくら立てるとか、毎日安定的に売上立てるっていう人は、そもそもその企業とか投資は向いてないわけです。お金っていうのは安定志向の人が稼げるものではなくて、自由であろうとする人の方が稼げるんですね。お金っていうのは自由を好むんですよ、ね、だから、ね、需要がないとき、例えばタクシーの運転の話に戻るならば、ね、タクシーを求めているお客さんがいないのであれば、そのタクシーの運転手がどれほど才能があろうが、どれほど運転技術が優れていようが、ね、その人が何時間長時間、ね、働こうが残業しようが、稼げないときは稼げないんですよ。ね、その人には才能があって、運転が上手でね、すごくこう気さくで、ね、接客サービスが良くて、ね、そしてその人がね、いつもよりも長時間働いて残業したとしても、お客さんの方がタクシー求めてなかったら稼げないんですよ、ね、それ逆で、ね、お客さんの方がタクシー求めてると、もうとにかくね、タクシー乗り場にもう、ね、列をなして待ってると、ね、みんなが手を挙げて待ってるということであれば、そのタクシーの運転手の人が特段の才能を持ってなかったとしても、ね、全然長時間労働しなかったとしても稼げるんですよ、需要があるから。でタクシー求めてる人がいっぱいいれば稼げるわけですよ。で別に自分の運転技術なんか全然普通だったとしても、別に接客でね、まあ、他の人よりも、ね、愛想が良かったり、ね、気さくじゃなかったとしても、ね、稼げるわけですよ。お客さんの方がとにかくタクシー求めてるわけですからね。だからそういう時っていうのは、やっぱ稼げる時に稼ぐということをするっていうことが大事なんですよね。稼げる時に稼げるだけ稼いで、稼ぎ損ないっていうのをとにかくなくすと、機会損失っていうのを絶対にしないということが大事になるわけです。なので、まあ、例えば万円稼ぎたいっていう人は、ね、安定志向なんですよ、ね、なんかサラリーマンとか公務員感覚で、ね、起業っていうのを捉えているので、だから難しいんですね。誰だったとしても、ね、そういう安定的にこう、ね、コンスタントに同じ金額稼ぐっていうのは、ね、どれほどその、ね、人が、ね、経営の、ね、才覚を持っていたとしてもやっぱり難しいんですよ、ね、需要の方が変動しているので、ね、そのお客さんの都合っていうのが変わり続けてるのに、本人だけが安定的に毎日毎月同じ金額を稼ぐっていうのはやっぱり難しいんですよね。難しいっていうか、ほぼほぼ不可能に近いわけなんですよ、ね、そうじゃなくて、本当に稼げる人っていうのは稼げる時に稼げるだけ稼ぐということです。ものすごく極端なことを言うと、ね、まあ、業種によっては、業種業態によっては、ね、例えば12月のクリスマスシーズンで1年間の年間分稼いでもいいわけですよ。で自分たちは1年でこれだけの金額を稼ぎたいと。でそれはもうほとんどは12月のクリスマスシーズンですと。クリスマスシーズンでもうね、1年の大半の売り上げを上げたいということであれば、ね、いいわけですよ。そっちの方が稼げるんですよね。業種業態がもう明らかにクリスマスにお客様の需要が集中している、そういう商品サービスを扱っているということであれば、もう、ね、年間分の売り上げはほぼほぼ12月のクリスマスシーズンで稼ぐということでいいんですよね。ね、それが稼げるときに稼げるだけ稼ぐという考え方です。であれば、ね、はっきり言ったら残りの11ヶ月は遊んでもいいわけですよ。年間目標を12月1ヶ月で達成できるんだったら、残り11ヶ月っていうのははっきり言って遊んでもいいわけですよ。つまり自由に生きられるわけですよね。ね、それは、いや、うちの業種業態商品サービスはね、2月のバレンタインが一番動くんだと、ね、2月のバレンタインこそがお客様の需要が一番大きいんだっていうんだったら、2月のバレンタインで、ね、年間の売上の大半を稼いでしまっていいわけですよ、ね、そしたらもう1ヶ月で年間分ほとんど稼いでるわけですから、あとの11ヶ月は遊んでいいわけですよね。それが自由に生きるという考え方なわけですよ。安心安定いらないんですよ。毎月毎月、ね、同じ金額売る必要なんか全然ないということですよね。ね、もしくは、ね、いや自分たちの、ね、業種業態は、ね、ゴールデンウィークだと、ね、特に今年は、ね、ゴールデンウィーク10連休なので、ね、もう格段に稼ぎやすいということであれば、もう、ね、そのゴールデンウィークに大概稼いでしまうということをやるわけですよね。
で、稼げるときに稼げるだけ稼ぐということをするわけです。であれば、ね、逆に閑散期の、ね、例えば、ね、8月とか、ね、なんかそう自分の業種業態商品サービスによってははっきり言ってね、全然ね、お客様の方の需要がほとんどないという時に、ね、頑張る必要なんかないわけですよ。いや自分たちは今年はねゴールデンウィークで、ね、かなり稼いだから、ね、だからもう閑散期ははっきり言ってね、のんびりしようとかゆっくりしようとか自由に過ごそうとか遊ぼうというような考え方でも別に構わないということです。大事なのは、ね、賢い稼ぎ方っていうのは稼げる時に稼げるだけ稼ぐということがすごく大事だということなんですね。であとはその期間っていうのをどれだけ長くできるかっていうので、その人はどれだけ自由に生きられるか、そしてどれだけ大きく稼げるかっていうのは変わってくるということですね。で毎日安定的に稼ぎたいっていう人が一番稼げないわけですよ。ねまあ、次に稼げないのが毎月安定的に稼ぎたいっていう人が稼げないわけですよね。ね、そして、まあ、1年で、ね、これだけ稼げればいいっていう人は、まあね、かなり稼げるわけですけど、それよりも、ね、10年でこれだけ稼ぎたいっていう人の方がもっと稼げるわけなんですよね。ね、例えば年500万を稼ぎたいっていうのと10年で5000万円を稼ぎたいっていうのは、ね、同じことを言ってるように聞こえるかもしれないんですよね。1年で500万円稼ぎたいって言ってるのと、ね、10年で5000万円稼ぎたいって言ってるのは、ね、同じことを言ってるように聞こえるかもしれないんですけど、実際の難易度は全然違うんです、ね、実際の難易度は全然違うんですよ。10年で5000万円の方が圧倒的に簡単なんですよね。10年で5000万円の方が圧倒的に簡単なんですよ。なんでかって言えば、稼げるときに稼げるだけ稼げばいいからです、ね、年によって、ね、稼ぎやすい年と稼ぎにくい年があると、ね、年によって稼ぎやすい年と稼ぎにくい年があるっていうんだったら、10年で5000万って稼いで考えてる人であれば、ね、この年は、ね、稼ぎにくいからもういいと、ね、経費を最小化して、ね、はっきり言って、ね、自由時間を増やそうと、ね、逆にこの年はチャンスだと、ね、例えば4年に1回のオリンピックがあるとか4年に1回のワールドカップがあるとか、なんかね、そういうなんか業種業態商品扱ってる商品サービスによってはやっぱりね、年によって稼ぎやすい年稼ぎにくい年ってあるわけですよね。であれば、ね、10年で5000万って考えてるのであれば、ね、その10年間の間で来る機会チャンスに稼げるだけ稼げばいいというふうに考えるわけですよね。で、そして実際に稼ぐときに大きく稼ぐので、だから、まあ、結果的に圧倒的に簡単に、ね目標を達成しやすくなるということです。なので、賢い稼ぎ方っていうのは、稼げるときに稼げるだけ稼ぐということですよね。で安定を捨てるということです。そして、痛みを感じたくないっていう本能を超えていくということですよね。何回失敗してもいいんですよ。何回損をしてもいいんです。ただ、ね、そのね、もう自分は失敗したっていう事実をね、受け入れればいいんですよ。自分は損をしてしまったっていう事実を受け入れればいいわけです。何回失敗してもいいと。何回損をしてもいいと。ね、相撲と逆でいいと。1勝14敗でも優勝は優勝なんですよ。ね、ビジネスとか投資の世界はね。そういう安定を捨てて、そして痛みをね、ちゃんと受け入れて、ね、自分は失敗してしまった、損をしてしまった、そういう、あのね、損、あの、痛みをちゃんと受け入れて、とにかく安定はいらない、自由であろうとするならば、まあ、結果的には誰でもいつからでも自由に生きることができるようになるということです。ね、負けるときは小さく負けて、勝つときに大きく勝つということですよね。で、そうすれば、ね、人は誰でも自由に、かつ大きな成功を収めていくことができるというお話です。はい、今回の動画ですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、4つの無料プレゼントというご案内をさせていただいています。なので、ぜひこの機会にメルマガを登録して、4つの無料プレゼントをすべてお受け取りいただければと思います。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。